アレクサンドルビノ・クロフ選手がツールド・フランスに戦後で使用したジャイアントのロードバイククロスバイクのエスケープ R に折りたたみ自転車ハーフウェイジャイアントマニュファクチャリングは1972年に台湾で設立された自転車製造メーカーである。中国語表記での早安ストックは1981年から同社製品に採用されている自社ブランド名。 うなぎの養殖業を営んでいたキングリュウであったが、1971年、彼の養殖施設は自然災害で壊滅的被害をこむった。アクル1970年、当初は OEM 生産のみで年間生産台数も2000台に満たず、何度も倒産の危機に見舞われていた。しかしその後、アメリカの大手メーカーである、シュウィンバイシクルカンパニーの下請けに参画したことで、 大きく飛躍を遂げ、多数のメーカーの OEM 生産を手掛けることで、技術も蓄積した。1980年に台湾第一位の自転車製造メーカーとなって、以降、1986年にはヨーロッパ、1987年にはアメリカ合衆国に進出、1989年からは日本法人も構えている。生産された自転車のほとんどは国外輸出向けであり、 自社ブランドが育った現在でも他社のオーディム、OEM 生産に積極的に携わっている。本社は台湾の台中市大港区に所在する。主要な生産物は中低価格帯のマウンテンバイク、クロスバイク、ロードバイクで、その他にも競技用自転車や折りたたみ自転車など様々な自転車を開発、生産、販売している。また、松下電機、フォード、 ルノと共同で電動アシスト自転車の開発にも携わった。手頃な価格帯の製品に強みを持つ同社であるが、ティグ溶接のアルミフレームやカーボンフレームの製造に関しては世界屈指の技術力を持つ。高度に機械化された生産ラインは同社の最大の特徴で低価格高品質な製品の製造を可能にしている。スローピングフレームと呼ばれる極端に、 トップチューブの傾いたフレーム設計は同社が開発した技術で、これは世界的に普及し、他社からも多くのスローピングフレームが発売されている。また、コンポーネントメーカーの SRM やブレーキのテクトロ、ホイールのフォーミュラなどといった台湾の自転車部品メーカーとのつながりも深く、より一層のコストダウンを可能にしている。現在では高い技術力を活かして、プロのロードレースにも、 積極的に進出している。スペインのプロ自転車チームである音声に対するフレーム供給を皮切りに、ドイツのプロ自転車チーム T モバイルやオランダのプロ自転車チームラボバンクにフレームを供給。現在は、ポーランドのプロ自転車チーム CCC チームにフレームを供給している。また、オデム OEM 生産では、コルナ後などの低価格な製品の生産も行っている。 ジャイアントロック震災復興支援特別使用者2011年3月11日に日本で発生した東日本大震災の被災地に対する当面の援助と復興のための支援としてジャイアントマニファクチャリングは被災地で活動する自治体の職員やボランティア向けに自社のマウンテンバイクロックの塗装を変更するなどした特別使用者仙台を修理キットと合わせて 無償で提供すると発表した。初回納入は、被災地の地方公共団体を通じてなされ、避難所や仮設住宅、ボランティア統括事務局などに対して4月末頃に800台が提供された。朝元テルを台湾企業の発展戦略、ケーステタリと勝利の方程式の第三章、ジャイアントに詳しい、ありがとうございます。